皆さんこんにちは、マタエです。今回もグロリアスマスカレードのイベントストーリーを読んでいきたいと思います。エピソード1は音読でやったんですけど、ちょっと1時間20分の音読は皆さんきついと思ったので、まあ朗読まではいかないけれども、ちょっと色をつけるぐらいでいこうと思います。マブと一緒の班がよかった。だってさ、交流会嫌なのよ。交流会嫌だけど、楽しいなモタイとか、楽しみだなモタイって言ってくれたから、言ってくれたっけ、なんかそんな感じのことを言ってくれたから、いいなって思ってきたの。さて、 A 班のメンバーは僕とデュースさんとエペルさんですね。はい、よろしくお願いします。アーシェングロット先輩、どこから見て回りますか？お二人に何かご希望は？特にこれといったものは、僕あんまり旅行したことなくて。僕も。ただせっかくなら花の町ならではのものを体験したいかな。ずいぶん抽象的ですね。まあ想定の範囲内です。どうせ具体的なプランはないと思っていました。そこでこの僕が事前に調査をして計画を立てておきましたよ。旅行においてまず最優先にすべきは、インターネットや文献で感じることのできない味覚や嗅覚、触覚を使った体験です。待って、あのね、もうちょっと色つけたらね、読むのに必死になっちゃったから音読に戻します。特に食文化のほとんどは風土に基づいて形成される。その土地の文化を知るのに最も効率がいい。なるほどね。食べ歩きをしたいって言ってるのね。というわけでいかがでしょう。育ち盛りだもん。あれ、どうした？盛り上がっていこうよ。この二人大丈夫ですかね。いや、つまりご当地グルメを見に行こうっていうことですよ。あ、分かってなかったのね。なるほど、いいっすね。ちょっと腹が減ったなって思ってたんです。僕も賛成。事前に配られた花の町のマップは持っていますね。町の一番賑やかなエリアに行きましょう。何があるかな。あー、この班に加わりたかった。一緒に飛び歩きしたかった。あれはなんか仮面がいっぱいある。でもね、モタイね、ダメなの。モタイ仮面苦手なのよ。イタリアかどっかでほら、仮面をみんな仮面して街を練り歩くみたいなやつがおそらくあったと思うのよ。泣く。あんなの目の前にあったら、もうあんなのって言ったら本当に大変申し訳ないけど、本当にね、泣くの。仮面怖いの。花の町ちょっと怖いな。仮面が置いてあるぞ。すごい、ここが花の町か。すごく都会だ。豊作村と同じ。あ、また私調べるの忘れた。ごめんなさい。の国にあるのに街並みが全然違う。お祭りがあるからでしょうか。とても賑わっていますね。うふふ、祭りのせいではない。花の町はいつも活気に満ちているのだよ。仮面怖いです。おやロロさん、お疲れ様です。いいところにいらっしゃいました。ご飯教えて。今町の花を知るために町の名産品を食べに行こうとしていました。ご飯。うむ、名産品かね。花の町を代表する食べ物といえばエディブルフラワーパンでしょ。事前に花の町のことはある程度調べてきました。パンか、関心なことだ。滅相もありません。ロロさんのおすすめのお店に案内していただいても。パン？パンは確かに好きだけど、他の町でも食べられるし、あんまり名産品って感じはしないかな。そうだな、学食のパンも購買のパンも十分美味しいし、バラの王国のパンだって。ふわ、この香りは、ぐー、なんだ、すごくいい匂いがする。猛烈にお腹が減ってきた。そうね、いい香りの前では私たちは無力よ。僕もパン屋から漂う匂いを嗅いでいたら。簡単だな。大丈夫か、こんなにちょろくて。強いバターの匂いがしますね。それに香ばしいパンの焼ける香りも。強いバター？なんだろう、バター、わかんない。クロワッサンとかいいんじゃない。近くにひいきにしている老舗のパン屋がある。ちょうど焼き上がったようだな。行こう。いいな、行きつけの
老舗のパン屋、いいな。うわ、すごい、たくさんの種類のパンが並んでる。現在の島のパン屋さんの10倍、いやそれ以上にいっぱいだ。驚くほどの品数ですね。花の町では古くからパン作りが盛んでね、昔から町の端にある風車で粉をひいているのだよ。歴史を感じる。新鮮な粉を使っているゆえ実に美味。運営の国でもパン屋の名店が集う町として有名だ。いいね、パンはね。パンは抗えない魅力があるから。風車に加え近年はソレイユ川に設置された水車も粉引きに使用されている。需要が供給を生み、供給が需要を生む素晴らしい循環ですね。風土に基づいて発展した品だと知り、一度食べてみたかったんです。それは良かった。花の町の文化を紹介できて嬉しく思うよ。正直そういう話は置いといて、今すぐにでもかじりつきたい。あ、ジュル、ほら食べ盛りがいるよ。食べ盛りがいるんだ。今成長期だからちゃんと食べさせてあげてくれ。まったく、あなたたちも少しは花の町について予習をしてくるべきでは。リドルさんやビルさんに忠告されませんでしたか？これは遊びではなく現地を知る貴重な機会。ぐぅ、お腹が空いたら何もできないのよ。お腹の音、え、今のは僕じゃないですよ。僕でもないぞってことは、え、アズール、もしや。おかしいな、目を合わせてくれないぞ。ロロさん、特におすすめのパンはどれですか？アズールなの？話をごまかした。アズールさんでもあんなに派手にお腹の音を鳴らすことがあるんだな。かわいい。ちょっと好感度が上がった。おすすめはこれだよ。クロワッサン、クロワッサン、クロワッサン。フルーツやチョコの入った他のパンに比べると地味に見えるけど、クロワッサンね、好きなんだけどね、また食べる量よりも散らかす量の方が多いんだよな。食べるじゃん、散る、消える、ばらまく、終わり。クロワッサンは特別なパンなのだよ。栄養たっぷりのクロワッサンは市民の心身に活力を与えてくれる。そんな気持ちでクロワッサン食べたことなかった。だってもったい散らしてるもん。食パンでもバケットでもなく、クロワッサンでなければならない。どれにも負けない味があるからね。味わう前に本当にさ、散るんだよね。クロワッサンってどうすればうまく食べられる？もう未だにさ、クロワッサンダメなんだよ。晴れの日にはクロワッサン食べると決まっている。それほどおすすめされるのなら買ってみましょう。うわ、まだ暖かい。それにとってもいい匂い。待ちきれないや。いただきます。気をつけて、散るぞ、ばらまくぞ。うまい。キラキラしてる。みんな可愛い。この小麦の豊かな味わいは、強力粉と薄力粉の他に全粒粉が使われていますね。新鮮なバターと香り高い小麦粉が幾重にも層を作り、サクッと軽やかな食感を生み出している。もう見ないふりしてたけどさ、左側に仮面がずっとあるんだよ。ちょっと怖い。親指で隠しとく。こっちみんな、あっち行け。仮面は怖いんだよ。表面にうっすらと塗られたシロップの甘みが生地本来の甘みを引き出していて、表面、クロワッサンの表面なんか食べられないよ。あれはもう本当に一番最初に消えるとこ。え、クロワッサン、クロワッサンって食べられるの？その後には濃厚なバターの塩気がやってくる。いくらでも食べられそうだ。アツールさんの話を聞いていると、食べてる最中なのにさらにお腹が空いてきた。もう一つ買おう。プレゼンが上手い人になってるよ、アズール。僕もあと一つ、いや二つ。君たちよく食べますね。いやでもいろいろ食べたいからさ、一個は一個にしてさ、他のものを一個ずつ買おうよ。何言ってんだろ。だってとっても美味しいから。アズール様、もう一つどうですか？結構です。僕は計画的にエネルギーを摂取したいので。そうだね。それにパンだけでお腹をいっぱいにするのはもったいない。小麦粉が豊かな土地ということはお分かりですね。何を？何ですか？全然わかりません。本当そうです。僕もわかりません。アズールさん教えてください。素直すぎる。日頃付き合わないタイプの1年生を相手にするとどうも調子が狂うな。
いやでもこの子たちね、可愛いから許して。花の町ではパンと同じく小麦を使った製菓も盛んなんですよ。クッキー、クッキーだったら好きよ。さよう、よくご存知で。この近くに人気の菓子店がある、案内しよう。大丈夫、今好感度爆上がりしたけど平気？ロロさん、こんなにルンルン気分なのに確かに美味しいけどなの？やめてよ、ネタバレやめてよ。ここだよ。この辺りも甘い匂いがしますね。あ、このお菓子クローバー先輩に作ってもらったことある。なんだろう、タルドタダン、言いたいだけです。すげえうまかったんだよな。名前は確かフィナンシェか。フィナンシェもね、すごいよね。バターがもうね、バターを食べてるみたい。小麦粉とアーモンドの粉、それに焦がしバターで作られている。表面にまでバターが染み出している。これまた随分とカロリーが高そうですね。ということはつまり美味しいということだよ。見た目の通りリッチな味わいだよ。そもそもフィナンシェとは金持ちという意味でね。この形も金塊に似ているだろう。食べると懐が豊かになると言われている。へえ、お金か。母、アーシェングロット先輩にぴったりじゃないですか。運に頼るのは好きじゃありませんが、験担ぎだと思えばいいかもしれませんね。ん？それってどう違うんですか？やるべきことをせずに天を頼るのと、やれることは全部やるのとでは全然違うでしょ？分かったような分からないような。勉強もしていないのにテストでいい結果を祈っても意味がないということですよ。うロロさん、食べると成績が良くなると言われている菓子はないんですか？ないな。だそうですよ。残念でしたね、デュースさん。悔しいけど何も言い返せない。僕をからかおうなんて100年早いということです。どうしてもの時は僕がいつでも手をお貸ししますので、ぜひご相談ください。学力向上の菓子はないが、花の町には他にも様々な甘味がある。最近は小麦の使われていない菓子も多い。小麦の名産地なのに？ああ、見たまえ。これが一番人気の菓子だ。わからない。何これ？あれだよ。大判焼き。大判焼きをね、あっちの花の町仕様になったの。知ってるよ。だって、見たことあるもん。これはまさか。マカロン！違った！ごめんなさい！恥ずかしい！マカロンだよ。マカロン、マカロン、知ってる？マカロン美味しいね。うん、本当だ、マカロンですね。少し変わった形をしているようですが、鐘の形だ。救いの鐘を模しているのだよ。なるほど、小さくて食べやすそうだ。一ついただきましょうか。うん、甘くてうまい。寮のみんなにも持って帰ってあげたいな。あいにくこのマカロンは生菓子で日持ちがしない。花の町を訪れた者だけが楽しめる特権なのだよ。うっすらと黄色みがかかっているのは鐘に似せているからでしょうか。間に挟まったガナッシュもさっぱりしていて美味しいです。ああ、クリームの中にドライにしたブドウやリンゴが入っているんですね。見た目もカラフルで宝石のようだ。サク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 。確かに美味しいけど食べ応えがない。あー、マカロン初めて食べたモタエモモコと同じ感想ですね。おや、なんだか不満そうな顔をしていますね。エペルさんの好物はマカロンだったのでは？どうしてそれを？好物や苦手なものなんてお近づきになるため一番最初に調べることですから。それともマカロンがお好きだという情報は誤りで、もっとがっつりした味の濃いものの方がお好きですか？別にそんなことはないかな。そうですか。僕の情報に間違いがなかったようでよかったです。さあエペルさん、もっと食べてくださいね。ありがとうございます。両性思いなんですね。
両性運命、そんな人がいたっけ。ここは雑貨屋でしょうか。ああ、入ってみるとよい。へえ、お土産を買うのにちょうど良さそうな店ですね。そうですね、両生のお土産はここで見繕いましょうか。あ、お土産買ってくれるの？優しいじゃん。え？どうしたんですか？急に大声を出して。不作法ですよ。アズールさんが両生にお土産を。失礼な。なぜそんなに驚く？それってまさか無料で渡すんですか？お土産なんだから無料に決まっているでしょう。あなたたち僕のことを何だと思ってるんですか？僕だって両生の愛情ぐらいありますよ。日頃の感謝の気持ちを伝えるのにはいい機会ですしね。そうですよね。失礼なこと言ってすみません。なんだ、ビルさんにアズールはがめついから気をつけなさいよって言われてたけど、アズールさんって両性思いなんですね。ふふふ、そうなんです。僕ってとっても両性思いなんです。まあ無料とは言っても対価は不要とは言っていませんが。よかった、ちゃんとしたアズールだ。おや、これは何でしょう。四角い木材に文字が一つ彫られています。なんだろう。それは子供向けの学習道具だ。字を覚えるためのね。積み木の表には一つの文字、裏にはその文字から始まる単語が書かれている。花の町の子供はそれを使って字を学ぶのだ。いいね。でもこっからでもね、アップルとね、ベイビーはわかる。違ったら恥ずかしい。へえ、どんな単語が書かれているんだろう。A はリンゴ、B は赤ちゃん、ははかわいいな。 F はフェスティバル、お祭りだって。単語の下にお祭りで遊んでいる子供たちの絵が描いてある。わかりやすいし見ているだけでも楽しいね。これなら小さい子供でも喜んで勉強できそう。あの監督生のお土産これにはしないでね、頼むから。なんで私お土産もらう気でいるんだろう。昔はもっと厳格で。ちょっと、もうさ、難しい言葉を使わないでよ。すぐに出てこないんだよ、こっちは。わかるよ、含まれるっていう感じでしょ。あと家畜の、家畜の地区だよ、のある単語を勉強していたそうだ。うわ、恥ずかしい、もうやだやだ。しかしそれでは子供には難しすぎるという声が高まり、最近ではこのように簡単な言葉を使った積み木が普及している。嘆かわしいことにね。いや、子供相手に何期待してんのさ。これが積み木なんですね。サンゴの海にはないものですが、なかなかどうして面白い。そうなの、積み木ってね、大人がやってもね、ちょっと急にハマっちゃうんだよ。子供を差し置いて遊んじゃうもん。え、海の中に積み木はないんですか？ええ、木材は海の中では長持ちしませんから、あまり一般的ではないですね。代わりに貝を使った勉強道具ならあります。陸の子供はみんな積み木で遊ぶんですか？いや、僕も実は積み木で遊んだ記憶はないです。忘れてるだけかもしれないけど、小さい頃から外に出る方が好きな子供だったって母さんが。わかる。そうそうそう、ああそうだね、もう君たちはそうだよ。外外、僕も小さい頃からそり滑りとか木登りとか外遊びばっかりしてたみたい。そうだよ、もったいもそうだよ。あのなんかベゴマとか竹馬とか、あのめんこもやったな。そう、でもね、竹馬ね、乗るじゃん。乗って緩やかに前に行って終わった。歩けない歩けない、足が一緒についていかないの。二人ともアクティブですね。たとえ僕が陸に生まれていたとしても知り合いにはならなかっただろうな。うん、ちょっと系統が違うからね。お土産ならもっと配りやすいものがいいですね。もう少し見てみましょう。そうね、あなたは A、 あなたは B って渡すわけにはいかないしね。ああ、私はそろそろ失礼しよう。他の人々の様子も見に行かなくてはならないからね。親切なご案内ありがとうございました。また後ほどお会いしましょう。さて、食事も堪能したし、お土産も買った。そろそろお祭りの会場に向かいながら散策しますか。はい。あ、もうそろそろさ、ここの花の町の
描写はもっと違う絵にならないかな。左が怖いんだよさっきから。え、なんか仮面が増えてる気がする。そんなことない？仮面増えてない？右側だけじゃなかった？なんか増えてない？怖い、こっちを見るな。この通りは露店がいっぱい並んでますね。もう気が気じゃないわ。野菜にフルーツ、パン、魚、加工、肉、チーズ、食べ物だけじゃなくアンティークショップも出ている。出店ジャンルに制限がないんでしょうか。うまく戦略を練れば競合を避けて優位に商売ができそうです。見た限りお客さんも多いようですし、商いをするにはいい土地だ。買う側じゃなくて売る側の目線なんですね。もうそれでこそアズールなんだよ。当然でしょ。どんな時もアンテナを張っていないと、いざという時チャンスを逃します。あ、デュースだしじゃねえか。 A 班だな。花の街を楽しんでいるか。これはこれはトレイン先生、それにモタイさんとグリムさんも。ええ、とても有意義な時間を過ごしていますよ。フィールドワークは楽しいですね。美味しいものがいいかな。美味しいものありましたか？ええ、花の町のパンやお菓子を堪能しました。絶品ですね。アズールさんの食レポ、細かくて上手ですごいんだよ。今度もたいさんも聞いてみて。はい。ふな、いいな。俺様もうめえもん食ってみたかったんだぞ。でもさ、私たちさ、300円しかないからさ。マカロン1個も買いやしないわ。ここに来るまでに散々食べただろう。ちょっと記憶にないですね、それは。これからこの通りを見るところか。私たちも一緒に行くわ。トレイン先生の貴重なご指導がいただける機会、大変ありがたいです。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、この露店はアクセサリーを取り扱ってるみたいだよ。キラ、ん、これはなんだろう。ラケットみたい。ネックレスです。ネックレスです。ネックレスです。ネックレスみたいですね。木の枠に網が張られてる、変な形だな。あ、あとあれで見たことある。いや、余計なこと言わないでいこう。網の中にちっこい石が挟まってるだけじゃねえか。地味なんだぞ。そんなネックレスより俺様のこのリボンの方がマントみたいでかっこいいもんね。にゃはは。その衣装よっぽど気に入ったみたいだな。見せてみたまえ。ああ、これは花の町に古くから伝わるお守りだな。おや、お客さん、見たところ観光客だろうに、よく知ってるね。いや、なに、年相応の知識があるだけだ。あ、謙虚。このお守りにはどんなご利益があるんですか？このお守りを身につけると、町はあなたのものになると言い伝えがあるんだよ。なるほど、つまりこのお守りを身につけると、町を、買収できるほどお金が貯まるという意味ですかね。さあどうだろうね。古い言い伝えだから意図するところまでは誰もわからないんだ。効果がわからないってこと？なんだかモヤモヤするお守りだな。私がかつて花の町に来た時には多くの露店がこのお守りを扱っていたが、今は少なくなったな。だって買ってもさ、町を支配だっけ？できないじゃん全然。そりゃもう少なくなっちゃうよ。謎の多いお守りだからね、長くは流行らなかったんだ。今じゃ観光客にはあまり知られない地元の人向けの商品だよ。形も変わっているし意味がわからなさすぎる。あいつらが喜びそうだ。ジェイドとフロイドに買って帰りましょう。二人へのお土産ですね。土産というか留守番のダチンですよ。そんなに高いものでもないですし、ちょうどいい。ダチン、ちょっとなんかダチンっていう言い方がちょっとハマりますわ。そういえばモタイさんとグリムさんはお土産を買う予定はあるんですか？お金があれば。ネックレス？まだ探してるとこにしよう。いや、待て、ここで買えばリーチ兄弟とお揃いになれたのに。ああ、またねことしちゃった。慎重ですね。いいことです。何か記念に残るものを見つけたら教えてください。僕も自分の記念に購入を検討します。俺様は自分が腹いっぱい食えれば満足なんだぞ。そうね、まずはね、お腹いっぱいならないとね。
まあ気が向いたら S あたりに買ってやるからな。 A 班のストーリーだけでも結構長くないか？ふむ、 A 班はアーシェングロッドを中心に計画的に街を回り、スペードもフェルミエも先輩の言うことを聞いて熱心に花の街について学んでいるようだな。いい組み合わせ。私たちはそろそろ行くが、この調子で花の町のことをよく学び、知識を宝として学園に持ち帰りなさい。貴重なお時間ありがとうございました。後ほど待ち合わせ場所の広場でお会いいたしましょう。バイバイ。待ち合わせまでまだ時間があるね。この後はどうする？そうだな、次は。あ、デュースさん、エペレさん。はい？これどうぞ。さっきのお土産でネックレスと一緒に買いました。二人に差し上げます。ただよりいい子はいいものはない。え、綺麗な細長い袋。あ、中に鉛筆が入ってる。エペルの赤い鉛筆で僕のは黄色。色違いだな。え、まさかこれを僕たちにくれるんですか？ええ、そのお題はいりませんよ。ただのプレゼントです。今日の記念にと思いまして。本当に？うわ、とっても嬉しい。アズールさんにもらった鉛筆ならいつもより勉強がはかどりそう。僕もだ。次の試験はいい点取れそうな気がしてきた。単純で可愛いぜ。でもいつの間にプレゼントがもらえるなんて思いもしませんでした。花の町に昔からあるメーカーの鉛筆だそうです。本来はスケッチ用のものだそうですが、試し書きをしてみたら書き心地が良かったので、これを使ってお勉強に励んでください。ありがとうございます。アーシェングロッド先輩って話しやすいですね。冗談も多いし、僕もっと怖い人かと思ってました。うん、僕 A 班で良かったかも。鉛筆一本でここまで解除できるとは。今後の学園生活のために無防備な1年生から仲良くなっておこうと思いましたが、いくらなんでも警戒心がなさすぎる。これはビルさんもリドルさんも苦労するでしょうね。君たちを見ていると、ナイトレイブンカレッジの将来が不安になってきます。え、どうしてですか？どうしてかは自分たちで考えてください。さあ、時間を無駄にはできません。次の名所に向かいましょう。はい。おすすめしたい場所がある。一班集合。うるさいな。そんなに叫ばなくても聞こえてる。マレウス様を待たせてはいけないからな。一班は僕とセベク、ローズハートにバイパーか。よろしく頼むぞ。よろしくお願いします、マレウス先輩。セベクがマレウス先輩と同じ班でなければ嫌だとごね始めた時はどうしようかと思ったが。苦労するね、ジャミル。護衛がついているのは正直助かるな。ふふん、任せてください。マレー様の安全はこの僕がお守りする。かわいいやつめ。僕は見聞を広めるために花の町の歴史をより詳しく知りたいと思っている。あらかじめ調べてはきたが、書物を読むのと実際に町を見て体験するのとでは感じることも違うだろう。お前たちはどうだ？いろんなとあるわけがございません。素晴らしいと思います。僕もせっかくの機会なので花の町について学びたいと思っていました。俺も賛成です。花の町の歴史を知るツアーで、ここならではの景色やものを見たい。おや、お前たちは歴史を学びたいのか。実にいい心掛けだ。信じらんねん。この班には真面目なやつしかいねえのか。そうだよ、見習わないと。もたえも興味があるのか？ふむ、あります。花の町を知るためにぜひおすすめしたい場所がある。私も昔見て感動したんだ。観光客向けの場所ではないので、配られたガイドマップには載っていない。私が案内しても？先生、もうドレイン先生、こんなに喋ってくれるだけで嬉しいのに。連れてってくれるの？好き。良いのですか？ぜひお願いしたいです。決まったな。では早速出発しよう。着いたぞ、ここだ。どこだ？あ、良いね。仮面がないよ。よかった。やっと仮面がないところに来れた。もうあそこはこりごりよ。
ずっと左端に怖いものがあんだもん。ここはノーブルベルカレッジとソレイユ川を結ぶ橋の下だな。こんな道が地下にあったなんて橋の上から見たときは気づきませんでした。ここは地下水路の入り口だ。花の町の心の拠り所はフランム君の言う通り救いの鐘だ。しかし発展はこの水路と共にあったと言っても過言ではない。そうだよね、水路とかさ、海とかさ、貿易だよね。発展するところって、おう、これが花の町中に張り巡らされているという地下水路か。いきなり文字が読めなくなった。どういうこと？書物を読んだ通り、すべて石で作られている。ずいぶんと古い水路ですね。ああ、とても長大で正確な形は地元の人間でも把握しきれていないそうだ。ふえー、僕も本で読みました。ソレイユ川の水を町全体で利用するためのものだとか。そうだ、しかし用途はそれだけに限らない。さて問題だ。川の水を運ぶ以外にこの水路はどのように利用されていたか。待って、運ぶ以外でしょ。え、この水は飲めますか。はい、それは死。事前に調べてきた俺たちが答えたって面白くないだろう。そうだな、セベク、答えは何だと思う？え、僕ですか。よかった、モタイって言われなくてよかった。モタイじゃなくてよかった。ほら頑張れセベク、見せ場だぞ。若様の御前だ。絶対に絶対に絶対に正解したい。はい先生、ヒントをいただきたい。潔いな。よかろう。入り口はここだけではない。町中様々な場所に地下水路への入り口が隠されているという。町全体に様々な場所に地下水路への入り口が隠されている。なんだろう。道として使っていた入り口があちこちに。選択選択。セベク、せっかく実物が目の前にあるんだ。実際に水路の中に入ってみるといい。はい。ひんやりしていますね。水が流れていて、その両側には人が歩けるほどの歩道があります。暗くて先へ見せませんが、歩道はどこまでも続いていて、風の向きからして横道もあるのではないかと。ダメだ、何かひらめきそうだがわからない。俺様飽きたんだぞ。もう諦めてさっさと移動していいか。まだ数分しか経っていないだろうが、あと少し待て。もう一つヒントをやるよ。もしここを自分の主人が一人で歩こうとしたらどうする。一人で？マレウスが一人でここを？無理やりにでもお供をするに決まっている。このように薄暗い場所、いくらでも若様の身を狙う不埒者が身を潜めそうな。はっ、わかったぞ。この水路、昔は人が隠れるのに使われていたのではないか。正解だセベク。その通り、ここはかつて花の町の一部の人々が住む隠れ家だったらしい。全然わかりませんでしたわ。洗濯とか言ってた人いたよね。誰だろう。どのような人々が暮らしていたのかまでは僕も知らないが、飲み水とか言ってた人もいたよね。誰だろう。空気がひんやりとしていてとても静かだ。案外住み心地は悪くなかったのかもしれない。文献によれば隠れ家をごってんと例えた住人までいたとか。興味深いですね。ジグボルトは見事ヒントをもとに想像を膨らませ成功したな。はっはっは、この程度マレー様の護衛である僕にとってはたやすい問題です。ふーん、俺様だってそのぐらい分かってたもんね。この水路は花の町の映画の陰に隠れてしまいがちな人々の生活を今もなお残している。歴史を知るためには素晴らしい場所だと思う。ああ、それに僕は騒がしい場所よりも静かな方が好みだ。このような場所ならしょっちゅう来てもいい。ここには観光客がいないから地元の人々がたまにのんびり散歩する程度だという。私もかつての旅行で偶然ここに行き着いたのだが、同じように静かだった。街を見て疲れていたのでちょうどいいとゆっくり休んだものだ。ということは奥さんとの思い出のデートの場所なんですね。もっと情報をよこせ。のろけ話をしろ。私自身の話には興味を持たなくてよろしい。
なんでよ。ふむ、どのあたりで休んだんだ。せっかくだから見ていこう。奥方との思い出話も興味がある。嘘、マリウスこんなに突っ込むの？好き。この話は終わりだ。なぜだ、マリウス様が質問なさっているのだぞ。きちんと答えていただこう。奥さんとの思い出話を？そうですね、より深く歴史を知ることができるかもしれません。ぜひご教授いただければ。やめてあげなよ。どうしよう、今すぐ思い出の場所に向かいましょう。終わりだと言ってるだろう。なんというか、すみません、軽い気持ちで言ったのですが、4人がここまで興味を示すとは。もたえまで興味を示すとは思わなかったぞ。まったく、最近の若者はこれだから。ごめんなさい、ごめんなさい。でも知りたかったの。ダメですか。さて、そろそろ地上に上がろうか。年寄りの昔話に付き合わせてすまなかったな。まさか目新しい話ばかりだったぞ。ん？やけに静かだと思ったら、グリムがいないんじゃないかい？え、怖い一行だな。グリムがいない？あのトラブルメーカーが？そういえばいないな。どこに行ったんだ？問題を起こしていなきゃいいが。それは無理な問題だよ。ああ、見ろ。橋の向こうにいる。何か建物の前に仁王立ちしているようだが、いつの間に。花の町伝統の髪型とは？縦ロールがいい。縦ロールにしよう、みんな。もたいま縦ロールだから。おい、グリム、若様の手を煩わせるんじゃない。ちー。どうしたの、グリム。何してんの？赤白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 。うん、怖くなってきた。一点を凝視したまま、まばたきもしない。何をブツブツと唱えているんだ。赤白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 。怖いよ、グリム。赤、赤。ふなー、この柱から目が離せね。目が回るんだぞ。柱？もしかしてこの看板のこと？サインポールと呼ばれるものだな。ということは、この建物は床屋か。床屋、床屋知ってる？みんな床屋だよ。カミソリとかをさ、川？川とかでシャッシャってやらない？あの長い、長い川とかで、カミソリをシャッシャってやるんだよ。床屋さん。あ、でも床屋さん行ったのずいぶん前。5歳とか7歳ぐらいの時で床屋さん行ったの。店の中に年季の入った立派な赤椅子と白い制服を着た店員が並んでいる。今時サインポールを出しているところといい、古風な美容室だな。そうか、茨の谷の理髪店は皆同じようなものだったが、全部床屋？懐かしいな。ミドルスクールの頃、半月に一度は通っていたあの店は、今も繁盛しているだろうか。半月に一度も行ってるの？わー、しっかりした子ですわ。半月に一度？頻度が高くないか？うちの妹でさえ髪を切りに行くのは月に一度だったぞ。マレー様の護衛として身だしなみをおろそかにするわけにはいかないからな。ジグボルトはいつも乱れのない頭髪で大変によろしい。他の生徒にも見習ってもらいたい。縦ロールはダメなの？これぐらい高貴な方のおそばに使えるものとして当然のことです。もう、ここまでさ、純粋に努力をされたら何も言えないわ。ジャミル先輩はどうでしたか？ミドルスクールの頃から髪を伸ばしていたから、そう頻繁に切る必要はなかったんだ。せいぜい数ヶ月に一度整えるぐらいだよ。その代わり日頃の手入れの方が大変だけどな。そうだよね。もう本当にね、気をつけないとね、もう毛先から死んでく。身だしなみといえばリトルだろう。お前はミドルスクールの頃どうしていたんだ？推しの情報ですわ。僕は月に一度母が予約した店に行っていたよ。ナジュマちゃんと同じ頻度ですね。いつも同じ時間に同じ内容で同じ人に同じように切ってもらっていた。清潔感は大切だからね。だから髪は短くさえあればいいのだろうと思って、入学当初は自分で髪を切っていたんだ。あー、でももたいも前髪ぐらいだったら切るな。自分で？まさか今も？それがなぜかケイトに止められてね。今はみんなと同じように、なんだっけこの感じ。ダメだ、また連れてけってされちゃう。お前ツイステ好きって言ってるけど、この感じがやめないな。ツイステ好きじゃないな、連れて行けってされちゃう。あ、よかった、ケイトのおかげなのね。お前、ケイト先輩にお礼を言っておいた方がいいぞ。
私も菓子折り持ってかなくちゃいけないわ。いや、お菓子嫌いだったな。蒙古タンメン好き？マレウス先輩はどうしていたんですか？僕は専属の利用士を城に呼んでいた。規模が違う。すごい。さすが王族。またその話だったら一個あるかもしれない。また基本的に外で知り合いと会わないっていう気持ちで歩いてるの。だからモタイさんって言われてもモタイ自分のことだって思えないのよ。大観山から乗ってきた人がいて、でモタイさんって声かけられたのよ。いやでも大観山から乗ってくる人に知り合いなんていないよモタイって強く思っていたら、普段お世話になっている美容師さんだった。いいとこ住んでんだな。いやでもこの話だったらまだあるぞ。全然関係ない話だけど、表参道あたりをねうろうろしていたわけさ、一人でさ。そしたらさ、男女二人組に話しかけられたのよ。え、こんなとこでモタイのことを知ってる人なんていないのにって思ったら、あの美容師さんで、あれ今日お店お休みじゃないんですか、何してんですかって言ったら、今からそのお店のスタッフと集まってなんかやるんすよって言ってて、パーティーでもするのかな。紙袋をね 2,3 個持ってたの。あ、これってあれだ、ちょっとしたパーティーだって思って、モタイちょっとしたパーティー初めて見た。ちょっと小綺麗なさワンピースさ、ちょっとしたパーティーにもぴったりとか、ちょっとしたパーティーにも使えますよねとか言う人いるし、書いてあったりするけど、ちょっとしたパーティーなんてないよって思ってたの。あったわ、表参道にはあったわ。ね、自分の世界の狭さを知りましたわ。何の話だったっけ。とはいえ毎度行々しいのも面倒だったからな、時にはリリアに頼んでシルバーのついでに僕の髪も。わいわい、みんな頭の毛の話で盛り上がってるんだぞ。チッ、俺様だって。ん、店に張り紙がしてある。なになに。花の町ならではの伝統の髪型を体験して街歩きをもっと楽しみませんか。あ、ここは観光客向けの変身体験ができる店なんだな。ネッサの国でもやっている商売だ。変身？俺様もできるのか。誰でも歓迎と書いてあるじゃないか。文面上は可能だよ。でも花の町伝統の髪型とは一体どんな髪型だろう。リドル君さえも知らない髪型、怖くない？ふむ、では昔髪を高く盛り上げたカツラが旅行していたな。マリー・アントワネットの時代とかマカロニとか思い出す。ああ、その髪型はつけ袋とともに当時の貴族の間で広く普及したと言われている。ああ、つけ袋も流行ったね。そうよく知ってるじゃん。カツラ作ったんだ。船とか鳥かごとか。しかしその装いは花の町特有というより当時多くの国での流行だったと思うが。おいグリム、店の人に聞いてきたぞ。これは多分ね、ジャミル面白がってる。花の町で特に流行っていたと言われる髪型はこれだそうだ。え、縦ロール？縦ロールだったらいいよ、一緒にやろう。モタイとおソロだよ。木を削り出した後のカンナクズだ。いいじゃん、よく燃えるよ。花の町では昔これを髪の毛に見立てて頭に乗せていたらしい。やってみるか。自前があるから大丈夫です。バカにすんな、木のクズを頭に乗せるやつなんていねえってことぐらいわかるんだぞ。ははは、食う、寝る、遊ぶしか頭にないお前にはちょうどいい飾りではないか。ひどい、何を。グリム、今のままでもかっこいいよ。ふん、俺様の魅力をわかってるな、モタイだけなんだぞ。は、見えすいた世辞にも気づけんとは、やはりお前には木クズのカツラがお似合いだ。こら、一年生たち、往来で騒ぐのはマナー違反だよ。あまり度が過ぎると首を跳ねてしまうからね。騒ぐといえばで思い出したんじゃないんだが、町には人がたくさんいるのに、あのマレース・ドラコニアがいるって誰も気づいていないみたいだな。やっぱり帽子が角のいい目くらましになっているんだろうか。町にはもっと派手な仮装をした人がたくさんいるし、ただの飾りだと思われているのかもしれない。何にせよ気づかれなくてよかった。もし街を歩けないほどの騒ぎになったらどう対処しようかと。蹴散らせ。あ、さすがに木くずでマレウス先輩の角を隠すわけにはいかないからな。
今僕の角の話をしていなかったか？いえ、まさか。は、グリムが暴れて仕方がない。私たちはそろそろ他の班の元に行くとしよう。お前たちこの後はどうするつもりだ？もう少し町を見て回り、この土地の文化を知りたいと思っている。お前たちもそれでいいか？問題ございません。一般は勉強熱心なものばかりだな。実に関心だ。お前たちなら心配はいらないと思うが、気をつけて回るように。行ってきまーす。あ、違う、トレイン先生の班だった私。はい、ありがとうございました。共に過ごせて楽しかったぞ。マタイとグリムもまた後で会おう。最後にハグしてくれ。よしよしよし、また後でね。バイバイ。